イサークスウェールズは1940年浸水のオランダ海軍の駆逐艦、ティエルクヒッテス級の一隻である。1938年11月26日寄港、1940年3月16日に浸水。竣工前にドイツ軍がオランダに侵攻してきたため、1940年5月に引き船に栄光されてイギリスへ脱出した。 イギリスで1941年5月29日に竣工した。収益後しばらくは戦乱護衛に従事した。1941年9月、イギリスの駆逐艦、ブロックレスビーと衝突する。1941年9月以降は主に地中海で活動した。地中海ではハルバード作戦やパーペテュアル作戦に参加。続いて1941年12月、 H 部隊から地中海艦隊への転属のための駆逐艦、シーク、リージョン、マオリと共に地中海を航行中、北アフリカへの補給物資輸送中のイタリアの軽巡洋艦、アルベルコダ・バルビアーノとアルベルト・ディ・ジュッサーノの迎撃に向かう。そして、これらの駆逐艦は12月13日のボンミ先置き海戦で2隻のイタリア軽巡洋艦を沈めた。この海戦で、 イサークスウェールズは2隻の軽巡洋艦に同行していた水雷帝チーニョに対して砲雷撃を行ったが命中させられなかった。イサークスウェールズは1942年3月には東洋艦隊の所属となるが同年中にヨーロッパに戻った。しかし1942年11月13日にアルジェ北方の地中海でドイツの潜水艦 U-431 の雷撃で撃沈された。ありがとうございます。